でもどっちかと対等な気がしますけど、はい、あれは何でしたっけ。はい、メシカなのでイチクレは重い。画面の方では遠征勢の増山さんの回、はい、あ、じゃあ隣でつけさんとステファニーさん、改めて試合をお願いします。さあ増山さん対 ECD さん。さあ増山さんは先ほどヒゲ氏を破ってきたので、おっと台車が通ります。避けてください、台車避けてください。さあ台車を緊急回避している間に、画面の方ではまだ増山さんがコンボを、さあライダー役で勝利権で返したか、しかしコンボ入らない。壊し刻み中段ノーキャンセルの6秒で、ライカーコレアジャンプで回避して、さあデータ D のぶっ込みはバックステップで距離をずらして回避。ここでダッシュ B 暴れ潰しから EXL で端っこへ持っていった。ダブルエリアルして EX バリア壁バウンドからの強力攻め、表タク先端ヒットでもつながります。ここで補正技のコアオブです。マップラツだ、ゲージも稼ぎつつ1ラウンド目圧倒的に取っていた増山さんの回。隣でもステファニーさんの回が大幅リードしてますね。ここで ECD さんが逆転の 2C 刺して AC からここは EX ライダーで置き止めルート、ジャンプからタイミングを出したジャンシーが、しかしタクティカルガードで取られてターンは終了したと思いきや、もう一度ジャンニーが入ってコンボが、しかし低空ダッシュが出なかった模様。スタンチも溜まっていたので美味しいところだったが、これダッシュ壊しからここはゲージを吐かずに垂直ジャンプ大きでめ、これ本心50引っかかってしまった。トマホーク空中戦は早出しジャンシーで光に分があった。これアッシュ投げだったがまだ無敵だ時間、これネップ3連脚2ラウンド目を取り返していたのは ECD さんの光。一方隣ではステファニーさんの回が1本先取してますね。さあまずは A ナックルで牽制して手出し、さあカイちゃんの手出し判定薄くなったとはいえ相変わらずあの範囲強いです。くらえ、さあ吹っ飛ぶと痛いがここでコアオブです。 A ヘルズで足追いやって高度調節からのダブルエリアからの EX 壁バウンドからサーベラスの EX 安の大きめを放出させる漂流攻め、ここでエチド解放して引き寄せてクエルシフトバックダッシュで距離調節してもう一回クエルして、こいつはひょっと拾えない。しかし体力大幅リード、たまらずエクシードで延命していく。あ、カイちゃんオーバーヒートしてるので攻撃力は 70%。 この間にさライダーギャグヒット確認から飛びギャグうまかったが、しかし拾い読みしてしまった。さああの確認うまいですね。休暇は同時に客上空にいればいるほど発生が遅くなるのでヒット確認でやると当たらなかったりします。これ手出し D の C が D が入ってしまって、そこから当て投げのカーブです。走ってからエヘルズ EX ヘルズで安定ルート橋へ持っていってビダッシュも失敗しないかっていったのは増山さんの回。では次のお試合です。ヤフミチャンネルさんのサベとメタリック回、あ、メタリックさんと多分助席さん。さあサーベラス最後の生き残り、野方サーベラスは不甲斐ないことに一瞬で2人とも駆逐されてしまいました。やり込みが甘い。一方隣ではツケさんの MG が1本取り返してますね。ゲージも両方ともマックス進んで MG が3本持っている。これおっとステップキャンセルから駒投げ台にいた強気だMG のステキャン違和感が、あの光と MG のステップって前転と見た目がややこしくて結構いきなり使われるとびっくりしたり。画面の方ではまずは空対空ジャンビー、まあ、持続は減ったものの全体硬直が短くなって 1.01 で唯一強化されると言っていいサーベラスのジャンプ B、 ここはスラッシュビート対空で打つ分には相変わらずの性能です。フェーダー D ちょっと高めに当たったが拾いは戻さない。ちょっと対空やスマッシュ空振っていた、危なかったのか、さ あれは漏れているのか狙っているのかおしゃれポイントを狙っているのか。
前後に飛んで裏からのジャンディ。おっと予報ありましたね。勝ったのはステファニーさんの回。では次の押し合い、敗者の極みさんの回とうずさんのクティーラー。はい、あ、すぐ近くにいらっしゃいますね。画面の方では除石サーベラスが体力リード、ゲージも持っている。あ、美味しい展開ですね。へい、おっとこれでお互い空振ったが、しかし空振った空中技が隙が少ない。一歩目を取ったのは除石サーベラス。野方サービラスを超えし者となれるのか。いやー、除石さんマジ強いからな。さて2ラウンド目、空中戦を仕掛けに行く。おっと台車通ります。はい、台車通ります。威力の高そうな台車が通るんで避けてください。画面の方ではサービラスのゲージが黄金色に輝いている。ああ、アロストームは残念ながら死滅してしまいましたが、しかしアローパッショネートループ、あれがあれば相変わらず大ダメージを取ることは可能。はい、画面端でガード、我慢し我慢我慢、投げを読んで逃げた。さあ小足が通っていったら死んでいた、あややというところ。これ入れパカってエアスマッシュ解放。アローからBと一緒にエキサイトしようぜ。完走できるか。これでラストじゃないんですよ。 AB とこれでラストだ。AB、あー出ない。さあ、ここで、おっと、メタリックスから入るか。ミスってしまった。さあ、ワイヤーカウンターからのガーブレ拾い。めっちゃ減ります、あれ。これ、ジョゼキさんが、アローか、立ちくらい確認アローで変わっていった。さすが。おっしゃれー。まあ、やっぱり、野方サービラスにはおしゃれさが足りない。では、ゼロディバイドおじさんの係でおしゃりおんさんのメイン。ゼロディバイドおじさん、ゼロディバイドおじさんさん、あ、いたいた、あ、いたいた。さあ係、本日ただ一人だけの係かな。巷ではやばいやばいと噂のかがり。ただしかし中野 TRF は結構使っている人が少ないのであんまりやばさを実感できない。やばいっすよ、絶対やばいよ、間違いないよ、こいつやばいよ。カオスコードはやばくないとダメだから、強いキャラじゃダメで、やばいキャラじゃないとダメ。クティーラもあの弱くなくて強いキャラなんですけど、やばくないのがダメなんです。さあしかし横ではやばくないクティーラがカイちゃん相手に1ラウンド先取しているが、しかし少し体力リード取られているよ。画面の方ではさあおしゃれな EX 移動持続当てからジャン CD は繋がらなくておしゃれポイントを少し下げてしまう。さあ霞なぎ健康を出してターンケースが、しかし CC 円が当たる。空対空上り波が当たり、ここは空中投げでまずはフィニッシュして端から逃げるところジャンビで押し込んでいく。高めジャン C から押し込んでかかり、端から逃がさない。さあデロディバイドするとエラーでプログラムが止まってしまうんですが、わあ空中糸確認、しかし支援 AC を間違ってしまった。判断が難しいですね。これ流星脚空振りしてしまってゲージが少しトーン。空中戦さあ真上を取ってジャンシーを判断してたベネさん、これ上りジャンビーからの暴れ潰しジャンシー EX 移動から、これはミスらない。さあおしゃれポイントを取り戻していって、知らぬを取ったのはベイン。さあ背中のおしゃれなマークを見せに行く、あのマーク誰が考えたんでしょうか。さあ対してカガリ、ここはワープで強気に前に出ていく、つぼみを置かれても前に出ていく。さあ懐にポケットを狙っているのか。これ先行に対して EX 移動を差し込んでいった、うまい。これ 2C 背中当てから移動させて、挟んで差し持続当てから2段ジャンプエリアル。さあ 0.5 ゲージ消費だがいいコンボ、大ダメージですね。シュンシュンシュン、ワープを繰り返して相手の距離感を狂わせていく。手出し入りはしっかりガード。ここはおっと手出しが出なかった、上りシーンの化けてしまってが、しかし足払いから裏着地からのコパンワが見てからガードする。これダッシュ壊してワンで暴れを潰したが、しかし何も出ない。さあおしゃれじゃなかったが裏ダンシーク、これも繋がらない。さあかがりまだ死ぬわけにはいかない。ジャンシーもガードして下段食らってしまったが、しかしつなぎを見せたところにエクシードで
延命 DX 霞投げからのコンボは刻んで空中出して空投げから、おっとこれ落雷流星は使っていかない。あっと横は極みさんの回さん回が勝ちましたね。ではどうしよう、次からどうしよう、配信した方がいいのかな、準々決勝だし。おっとおっと勝っていったのはおしゃれおしゃれベインが勝っていきました。どうしよう、準々決勝2台でやった方がいいのかな、段階戦あるんだったら2台でやんない方がいいか、ない無差別はない、まあいいや、2台進行でやっちゃいますか。じゃあ、ルーシャセリア対ピチカード駆動と、RTMG 対、ステファニーさんの回ハッシャー、はいはい、もうです。はーい、いや、とりあえず2台でいこうかな。純潔から1台にしようか、あんまり長引かせるのもなんだし、まあ結構早いですね。今残ってんのはセリア、クド、MG、カイ、サベ、カイ、ベイン。なるほど。さあ画面の方ではセリア対クドラック。さあ巷でヤバいという噂のクドラック新さん3万1000の男ですが、セリアもぶっちゃけヤバい。しかももともと詰めてたルーシャさんの乗ってるセリアなので、さあ努力するパイロットに優秀なロボットを与えたらこうなってしまう。さあ空対空カウンターして銃弾を起動したが、しかしコンボはできなかった。無知引き寄せから立ち AC、 ダブルエリアルはできなかった。ジャン CD、 ここは 2D でアウトを取ってミサイルと一緒に置き攻め、タクティカルガード効きません。上りジャン A が強い、相変わらずですね上りジャン A。 ここは投げ抜けからダメージ取っていたのはクドラックさん。サピチラック、下からゾンビがちょこちょこ出てくる。しかし D ミサイル第10弾。さあカオスコードらしい強力な飛び道具の応酬、これギフトシフトから殺しに行った噴射。1ラウンド目通ったのはルーシャセリア。いや、このままルーシャさんが優勝してくると僕は実質2位理論が、スマブラ勢で有名なケンタロス理論が使えるんでいいんですが、はいはい。さあ誰、開幕は EX フォーマス出して、あれ隙も少ないので浮かせにガードするとクドラックのターンが始まってしまう。さあグッドガッツポーズ、 EX 懺悔から上りジャンシー展望。さああの技羨ましいですね、画面の通り柔軟から手枝で拾って立ち AD。 おっと横では RTMG が圧勝していった。 RT さんが準決勝進出。では次の試合、増山さんの回答、ヒッサーじゃない薬味チャンネルさんのサメ、はいはい、プレイド C、 あれで TB が入らない。さあエクシード発動で死んでいたと思われるが、でジャンディ入って、ジャンディテイクダッシュから表へ戻ってジャンシー。さあルーシャセリア強気に逃げてぶっ込んで絞らせに行く。こうなってしまうとクドラックさんも浮かずに設置を受けない。これ空中いた時から、おっとウイング最終弾を使った、あんなこともあるんですね。ここで柔軟を出して壁を作って、ここでカウンターヒット、ミスタイルヘッド相変わらずだな。勝ったのはルーシャセリア、3連覇を狙っていく。タンパチ2500いってそれやばい、アローより減るでは準々決勝最後の試合は極みさんの回とおしゃれおしゃれよ。さあ優勝にどんどん近づいていくおしゃれリオン、おしゃれリオン。優勝したらおしゃれポイントどれぐらいもらえるんですか。だいぶもらえますよね、おしゃぽ。おしゃぽで SR のカードと交換できるぐらい多分もらえる。うん。ああ、なるほど。なるほど。俺が貴様を終わらせる。ああ、勝っておしゃれになりたい。がしかし開幕おしゃれだったのは極みさん。まあおしゃれな手出し CD、 ヒットが確認からデッドリーサー、デッドリースパーク。
さ着地に2円を重ねていったが、しかしお互いに使ってしまったんです。ジャン BC 引っ掛けを逃がさない。そこまで壁を張って、しかし危険だと判断し、ここ後ろに下がっていく。安定志向、しかしこれ手出し C から当てないの振り投げ入って EXL ズ C から EX バリアで 2C のフレーム消費からの置き攻めルート。あれは当てるつもりだったのかな、フレーム消費かな。ここでおしゃれなコンボミスから、おっとおしゃれ C 昇竜から E バーサー EX デッドリーハイム出来あります。多分あれ漏らしですね、お漏らしですね。横では除籍サーベラスが1本取って、まあ確かに前入力から波動 C やって昇竜拳が漏れるのはこのゲームよくあるので、あるあるですねあれは。ジエン対ジャン A、 あーオートレイ EX でバリアで返していた。無駄だ、僕 EX バリアと強バリアの区別ついてないかもしれない。さあ空中戦、かぶせのジャンシー、おっとこれ裏取ったのをジャンシーやれて、おっとハイジャンプ漏らし、しかしもう改めてコンボ入れ直してカラキャン、おっとこれは狙っていたのか。確かにあれはちょっと距離を離していれば拾えた。あっこれ出ない、超投げが出ない。さあ立ち入り超投げの新しいバス、先端ヒート確認、しかし繋がらない。メガビーム、おしゃれだったのは敗者の極みさん。ああ移動か、なるほど、残念でした。じゃあベイダーが嬉しそうに仲間だと。じゃあ、配信台だからいいか、ルーシャさん対アーティーさん、ルーティーさん、いや、まあ、スナイプロアとかしそう。おしゃれなコンボしようとしたらなんかピョーンって、今のは おしゃれ度減点ですね今の。隣では増山海が1本取り返して、おしゃれ垂直ハイジャンプ漏れ、うん、おしゃれかな。アーティシネアーティシネおしゃれ部、仲がいいのか悪いのか。おっ、なんか上役さんがテクイコンボしてる。あ、人入る。シュートアップABC、BC、D、ナイスキャッチ。体力に同点、さあこれ終わったんじゃね。おっとエアスマが繋がらなかった、発生遅くなっているんでディレイじゃダメですよ。イエスライサー、しかし距離調節と高度調節間違っていた。しかし改めて中川を取ってさ、除籍サーベラスが上がっていく、できるな。後で殺そう後でやっつけたらなんか気が晴れる気がする。じゃあこっから一大進行にした方がいいのかな。店員さん、エジさん、はい、一大進行にそろそろしたいです、お願いします。はい、一方画面の方はルーシャ、さあ噴射さんのルーシャが入って、ニディはバックステップでギリギリかわしていく、対戦経験積んでますね。さあ EX 相談校はニディでカウンターを取られてこいつは痛いが、しかしダブルエリアの失敗、ゲージも2本あったのであわやというところでしたが、 NB 速投で吹っ飛ばして置き攻め、裏からの駒投げはしかし繋がらない。強気に殺しが、しかしここで致命的な一発が入ってしまった。 FC の解放から、おーっとテクイルートと思いきやこいつは繋ぎを見せてしまった。さあおしゃれポイントを稼ぎに行ったのか、ミサイル相打ちして、おーっと A 勝利でフィニッシュ決めていった。ありがとうございます。お隣の試合開放です。画面の方では勇者さんがミサイルと一緒にコンボ、しかしミサイルが邪魔でブレードが入らなかった。ソフトで吹っ飛ばしたが、しかし B ボムが地面に置いてあってうんこ踏んでしまう。ミサイルを出して前進できないところに D ボムを出して、その間にゲージを貯めてお小遣いを稼いでいくが、対空2C よく見ていた。すかさず電報雷大学でダメージを減るな強気に前に出て甘いチキンガードは変わっていく。がしかしオリジナル D カオキャンウィング、こいつは拾える。さあ距離調節バッチリ、これダッシュ中断が、しかし攻め継続を前転で避けて
戻りジャンディ、ジャンディ先端確認からエリアル持っていってピンチをチャンスに変えていった MG、 アーティさんの MG、 ゲージも3本分からなくなってきた。 D ミサイルと一緒にまずは攻めるルーシャセリア、速度ガードして 2D、 しかし先端なので反角がない。さあジャンディを刺したが B ボムが置いてあったのでコンボにはいけない、もどかしい時間です。おっと強気、しかし B ボムもう発生している。そしてリバーサ砲弾砲を潰してブレイドから D ミサと一緒にいっぱい友達出してラインを詰めていく。 D ミサイルが邪魔で前行けない、前転壊し刺してこいつはダブルエリア、しかし距離が遠かったが改めて地上に壊し刺してエクシド解放、ブレイドからウイング最終の当てで前シフトからジャンシー昇竜スプラッシュからのジャン ACD 決めていった、勝ったナルーシャゼリア、ベネさん大喜び。いやでもいいアドリブだった。決勝進出はルーシャセリアで、じゃあもう一つの準決勝は除石サーベラスと極みさんの回、どうしよう、酸欠やった方がいいかしら、やるのかな、時間あるか。あ、通ります。台車じゃなかったんですが、どうしよう、酸欠とかやっても余裕な感じですか、時間的にで余裕ですか。じゃあやります、ありがとうございます。酸欠余裕でいけるそうです。あ、負けてももう1プレイできます。今回1プレイ100円なのでもう1回できるのはありがたいですね。今回は2カオスコード減ってしまうんですよね。まずは触り合いでブガールのやはりカイン足払いでこかして、さあ負けていったオシャレブが除石サーベラスを煽る煽る、ああシュートアップだ、これはビダッシュが出ない。コンボをミスるとなぜか褒める、あいつら応援する気ゼロです。しかしもしかしたら除石さん逆境に強い男かもしれない、むしろパワーが出るかもしれない除石サーベラス。さあこういう環境になると逆にやりづらいかもしれないが、極みさん冷静に冷静にやっていきたい。ここはデッドリスパーク壊しからちょっと長めに走ってドリルで暴れ潰しを狙いに行ったが冷静にビートで返していった。さあ裏着地をしっかり見て着地に裏から小足を刺していく、 CD アローからファッショナイト前段当て持続当てからの8番 2C で終わった。サーベラス希望の星、除石サーベラスが1本先取して決勝への切符を目前にしていく。前後移動で相手の距離感覚を狂わせて牽制していく、シュートシュートはガードで耐えて触ったのはジョゼフ・アベラス、しかしバリアで返してイエスバリアから端をやるが前転が通る、前転壊しからイエスライサー、はいほいほいはいはい、シュートアップだ、ビダッシュからもう1本使ってビダッシュ BCD ナイスキャッチだ、 2C さあいやさすがにスタンしない、おっとこれは繋がらない、ビースライサー強気、前後移動ジャンシーを着地に合わせていったのは会社さんの回、下りジャンへさあ飛びがかりにジャンシーを引っ掛けて着地にダッシュからワンコンボ、おっぱいコンボはさあここはジャンシーを見つけてしまったが、しかし引き寄せからおっと出ない、パシディからの1ゲージの超投げ、決まっていれば体力逆転だっただけに惜しいシーンでしたが、シュートはガードで耐えてラインを詰めていく定石サーベラス、ハイジャンプレーは避けてタコチャチ投げた、ラーメン足をやって受け身にジャンディ重ねから入れっぱも逃がさない、しかしこれ前転で攻めっけ出したところを逆にコンボしていく、バリアから拾ってダブルエリアルからおっと俺バックジャンプになってしまったが逆にいい感じに裏を取って EX、 さあ
ジョゼキサーベラス負けるとなぜか応援される。なんでしょうね、おしゃれ部、おしゃれゲージ、おしゃれゲージ、おしゃげ、おしゃげ、そしゃげみたいですね。さあ当て投げして画面端、ワーで無敵技で逃げていく。ジャッキにダッシュ 2A からバックジャンプしてトマホークで牽制牽制。ゲージ少ないのは赤いなので、トマホークをガードさせるとゲージ得するのは赤い。さあ漏らしてしまった、これアカンぞ。チード解放、アローからミーと一緒にエキサイトしようぜ。これでラストだ、タチエビとミーと一緒にエキサイトしようぜ。これでラストだ、タチエビと出なかった。そうっすね、いやでも多分最速に入れていればちゃんと入ってるはず。さあこれでラストだ、2回しか言えなかったが、無敵技ガードで耐える。無敵サービラス展開的にはいい状況、しかしかし軽打しで相手、今度こそ繋がった。バーディシンクプレッシャーからフレーム消費してタッチ DC 低めで拾って、おっとエヘルトが漏らしてしまった。先生タチアクシに 2D 先端タクティカルガード読んでタチ D からバーって個性切りコマ投げとの2択の壊し、コマ投げ怖がって入れっぱすると刺さってしまいます。あーじりじりとした牽制戦、裏取ったのは回避できる、バニシングしかしてない。ガシガシメガビーム、さあ後ろからもう一回もう一回と、もう一回、あーおしゃれ部大喜び。三欠あるか、うるさいじゃん。確かにね。じゃあ三欠でーす。あ、じゃあアーティーさん対除石さんのおしゃれ対決。勝ったな。じゃんけんに勝利したアーティーさんが勝利を確信して、おしゃれバトル。ベネさんがなんかどっちが負けても美味しいとか言ってますけど、どっちよりも順位下ですからね。あ、マジで俺もう1位。何理論やねん。ベネ理論。おしゃれポイント減点されまくってたくせに、よう言う。食べる動きはいいから。そう。そうですよ。あれ、時間いっぱいおしゃれポイント貯めてますけど、後ろの人の段階戦やりたいヘイトポイントが貯まっていますからね。今日はないけど。今日はないんで。フェイズ1。時間とは資産である。これ即答単発カウンターヒット、あ勝ったな。あいやいやいや、さあ判断が早いのがおしゃれ部のポイント特徴。 2C さあ裏ジャン C ジャニー、さあ後ろでルシアさんが勝ったと。 EX 法じゃ規制3連撃からダブルエリアからの即答自動ガーでもう一回即答やって、置き攻めは裏からこうなんこうですよね。ですよね、やっぱり駒投げ漏れですよ。走りいいかな、速投裏、あんな見えるか、そうでピヨらせてこいつでとどめだ。ゲージも貯めていい感じに勝っていったのは MG アーティ。最近 VV 言わせてる MG さん、 MG さんじゃないアーティさんですが、ベネさんがあいつをの字合いで分からすしかないと死亡フラグを立てて。タクティカルガードはダッシュでタイミングをずらして避ける。さあ今おしゃれなのは MG ですが、土石さんがさっきまでの動きはどこへやら、壊し刻み我慢対決は、しかしこれ飛びに虹を出してあーあーと汚い声を出していく。前方シフトからダブルは失敗してしまうが、しかし相方展開があり、はいピヨった中段からはい終了。おしゃれだったのは T さんの MG。さあ本日3番目におしゃれ、やばい、すごいドヤ顔、すごいドヤ顔、むっちゃドヤ顔。で優勝した人より嬉しそうだけど。さあ決勝戦、ルーシャさん対敗者の極みさん、姉妹対決ですかこれ。姉妹対決、